いつもご視聴くださりありがとうございます。マイキーです。今日のお題はこちらです。毛包紙皮、貯水量の書いた毛包紙皮、こちらを臨床していきたいと思います。こちらの毛包紙皮、作者は先ほども言いましたが、貯水量です。貯水量は中国の唐の時代の、書家さんで、初唐の三大家の一人でもあります。まあ、初唐の三大家は、応用順、それから愚西南、そして貯水量、この3人を初唐の三大家と呼んでいます。同じくこの貯水量の書いた、古樹譜は、以前、アップロードしてますので、ご興味がある方はぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。こちらの毛包紙皮の特徴を、ざっくりと簡単に説明していきたいと思います。まずご覧いただいて分かる通り、こちらは楷書ですね。楷書です。で、大きな特徴は、まずこの例えば天という字の横の角、横角が、少しね、長めに取られています、書かれています。この平という字もそうですね。あとはこの百という字もそうですよね。横角を長めに取って、書いている、これが一つ目の特徴で、あとはですね、羽ですね。この綺麗の木っていう羽は、まあ割としっかりと跳ねられているんですけれども、あとはですね、ここの羽、天節の羽とか、あとこの心という字の羽とかもそうなんですけど、そんなにね、最初のこの綺麗の木の羽のようにしっかりと跳ねられていないんですね。少し跳ねるっていう感じですね。上に軽く、最後軽く跳ねるという感じですね。はい、こちらも特徴の一つです。あとは辺と作りのある字、例えばこの陳という字とか、辺と作りの間の空間が若干広めに取られている。もう一つこの円という字もそうですね。辺と作りの間が若干広めに取られている、空間が空いている、これもまあ特徴ですね。まあ、ざっくりとですが、まあ、そのあたりのことを、ちょっと意識をし、あ、ごめんなさい、あと一つですね、起筆、起筆の角度がね、それぞれ違うんですよ。この天という字の角度とか、まあ、ちょっとこれ書いて説明しますね。例えばこの天という字のこの横角をちょっと書いてみたいと思います。こんな感じですね。ここの角度、あとこれ、この字ですね。この字の横角はこれはもう周筆もちょっと特殊な感じですね。ちょっと上に抜いていく感じになってますね。これはね、もっと角度が急ですね。これくらいの角度になってますね。こちらの拓という字、拓という字ですね。これの横角なんかは、ここ3本ね、辺の方、3本横線があるんですけど、これね、それぞれ違ってたりするんですよ。こんな感じですかね。それぞれね、最初の角度が、入り方、力の入れ方も違うし、角度も違うし、まあ、その辺をね、注意して書いていただければと思います。はい、それでは臨書していきたいと思います。今日はですね、ここのありという字から1、2、3、4文字、この4文字を臨書していきたいと思います。よかったら最後までぜひご覧ください。